はい、こんにちは、ジャムです。今回は、ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思いますということで、やっていこうと思うんですが、今回はですね、ゲリラ無料ガチャ組もうぜのやつ来てるんで引いていこうかなというのと、もう一つはね、ミッションの達成報酬でゲットしたチケットが、1枚あるので、まあそれもね引いていこうかなという感じでやっていこうと思います。はい、ということで、じゃあとりあえず無料単発からね行ってみましょう。いけ。さあ、この辺から、お、国神ポロッと出ないか、星さん。無料単発からでも久々に星さん来てくれていいんだよって言おうとしたんだけど、国神だっただけで他がちょっとね、金玉ならずの左だったんでダメですね。はい、じゃあ次これ行きましょう。さあ、どうよ。潔ですね。まあ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 、潔、金玉ならずの左ということで、まあこれは星1だなぁと。はい、まあ素振りが2本終わったんで本番行きましょうか。あ、これだね。セレクトガチャチケットが1枚あるんで、これと、クモーゼのゲリラ無料と今回の本命はこの2つですね。まあただ先に600万ダウンロード記念チケット、こちら引いちゃいましょうか。行ってみましょう。まあ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 、ここもね、おっと、でも金玉なる、お、金玉右は可能性あるんじゃないか。まさかの真ん中ですね。どうでしょうか。さあ、これ、お、本当に来た。プライオリティが、あー、斬鉄ね。はい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 、斬鉄ゲット。お、これレベル75で止まってたんじゃないかな。ただピース半端があったかどうかちょっとわかんないので、ゼロだと突は進まない可能性もあるけど、まあ割とありですね。オッケー。じゃあ続いてちょっとサポカの方から行きましょうか。これじゃないな。まずはクモーゼゲリラ無料ガチャですね。行ってみましょう。あれ、ピックアップいいね、これで。行ってみましょう。いけ。もう追撃はできないんで、無料分からね、引けるかどうかの勝負ですね。さあ、頼むぞ。なあ、これは、ちょっとダメそうですね、演出的には。さあ、一応金玉4つだが、あー、ないっすね。はい、ということで、まあ、スパちゃんは来ましたが、追撃はせずと、せずというかできずだけどね。次はセレクトガチャ行きましょう。フォアレを、クロスちぎり、クモーゼ、ムカつき熱くなると。まあ、この4枚でいいですね。行ってみましょう。いけ。まあ正直ね、初回無料分とこのチケットね、同じ時に引いた方が良かったよねっていう話もあるんだけど、おっと、いいね、バロー乱入確定した。まあ引けりゃよしよ引けりゃよし。バロー乱入、金玉右に飛んでぶち抜く、これ完璧、全部演出パーフェクト。さあ、2枚ぐらい行為だったら、お、金玉多いぞ、これ。あるんじゃないか？おー、クロスちぎりまず来る。もう一度、世界一になるためにサッカーがしたい。なるほど、なるほど。ここでクロスちぎりもまあいいけど、ちょ、雲、オッケー！雲をぜ来るね。オッケー、よし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 。いいよ、いいよ、いいよ。雲をぜ初ゲット。これ、クロスちぎりと雲をぜってなんか組み合わせ一緒なんだよな。でも、国神本体じゃないっていうね。さあ、もう一枚ぐらい。もう一枚、オッケー！素晴らしい！あ、しかもそっち。はいはい、ムカつき熱くなるもゲット。あれ、これピックアップ、4個中3つ来てるから、これラストホワイト、ラストホワイトでレオで締めよう。さあ、来い。おい。なるはやじゃないが。はいはいはい。まあまあまあ、でも、3枚抜きすれば、大勝利ですわ、無料分で。やったね。はい、ということで、じゃあちょっと、収穫したものを見ていきましょうか。
ムカつき熱くなるも、これで65なので、まあ、60から65は結構でかいぞと、まずブルーロックマンシュート練習の新しいカードが解放される。さらに、まあ、練習もね、強化されていきますよ、ということでね、これは、かなり戦力アップになりそうっていうとこですね。さらに、新しくゲットしたのが、こちらのクモーゼと、クモーゼは無凸だとどこまで？スピード固定ボーナスまでか。はい。練習時スピードアップと、シャトルランのエクストラ2段階と、フィジカルアップ。で、スピード固定ボーナスか。なるほどね。まあまあまあ、とりあえず嬉しいかな。ただ、国神ちぎりの組み合わせのやつがね、サポカにしろ、選手にしろ来てるのに、両方ともちぎり主体っていうね。あ、いや、これはちぎり主体かはわかんないけど、でも、カードの属性がスピードだから、まあ、ちぎり主体と言っていいでしょう。ちょっと国神本体のやつ来ないのかっていう、感じになりつつありますね。さあ、そして、あ、残鉄。あ、75だったと思ったけど、70だったか。75になりましたですね。はい。いいロジックだ。あー、でもこれは、コレクションスキルアップ。地味にステータス上がりますね。まあ、ほとんど焼け石に水で、コレクションスキルに関してはね、もうちょっとなんか情報修正してくんないと、ほとんど意味ないぞという感じではあるんだけどね。そしてだ、クロスちぎりは60になると、新しい感覚、掴んでいった。まあ、ここもね、60まで行ったら65にしたいよなというところではありますね。で、また焼け石に水のコレクションスキル。マジ、コレクションスキルこれさ、今なんかステータス、人によっては、あれでしょ、上位の人って何百万とか出てるのにさ、20とか30とか増えてもしょうがないんだから、これちょっと修正してほしいよな、コレクションスキル。集める意味がないっていう。そんな感じですかね。あれ、残鉄ちぎり、組もうぜ。ムカつきやつになる。ああ、そうか。これで全部か。なるほど。そうだね。いや、まあ今回ね、無料にしては、ゲリラ無料とかね、チケットとかにしてはかなり大当たりだったとは思うんだけど、あー、ホワイトデーレオが出てないんだよな。まあ無凸でとりあえず持ってるわけではあるんだけど、やっぱ65になんとかできないかな、期間内にっていう気持ちもある。そんなところか。まあ、ムカつき熱くなる65にできたのが一番でかいかもしれない、もしかしたら。キック特化で育成するんだったら、ムカつき熱くなると、奪いに来い。奪いに来いも65にしたいな、こうなると。奪いに来いと、まあ、そしてね、ガチャさんのやつで一番俺が手持ちで突っ進んでるのが、覚醒なので、まあ、覚醒とその3枚でやるのかな。まあ、アニバの賢さのやつとかを使う方が、アウェイクニングに入りやすいとかはあるかもしれないけど、まあただそうだね、ちょっと覚醒もね、貫突させて使いたいよな、ここまで来たら95。まああと10ピースなんで、覚醒に関してはもう来月、月が変わった瞬間にね、交換所でレベル100にしちゃおうかなとは思ってますけどね。はい。まあ、だから、そうしたら、ちょっと、キック育成しやすくなるというか、まあ、サポカで貫突、ガチャさんのやつでは初めてなんで、まあ、単純に、上位の練習カードが増えるっていうところも強みになっていくかな、というとこですね。まあ、当面の目標は、とりあえず、何でもいいからガチャさんのカードをレベル100、あと2枚用意したいっていうのが一つかな。まあもちろんね、古いやつのレベル100にしても、新しい無凸のが強い、ような状況にね、サポカの場合はなっちゃってるんだよね、特殊能力が強いから。まあだけど、そうね、まあ覚醒に続いて、覚醒以降のサポカでレベル100以上、
あと2枚用意するっていうのは当面の目標かなと、そんな感じですかね。うん。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。